い、ハウスネーションダンサーのさやかです。はい、まみです。今日は田中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。それでは早速ご質問をよろしくお願いします。まずハウスネーションとはどのようなパーティーでしょうか。どんなパーティーかね、はい、まあ楽しいパーティーですよ。はい、はい、まあ、ハウスミュージックってなんだっていうふうに、ね、よく言われるんですけど、はい、まあ難しいこと言い出したらキリがないので、はい、まあドン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 ってね、一小節にバストラが4つになってる、はい、すごい単純で楽しい音楽がハウスミュージックと言われる音楽なんですけど、はい、まあそれをみんなで楽しんじゃおうというパーティーじゃないですか。歩いてるのもあれじゃない、ドンドン。そうですね、そうですね、なんかすごい日本人に乗りやすいリズムじゃないかなって僕はずっと思ってるんですけど、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、ではまみちゃんから。はい、気になっているファッションの方なんですけれども、はい、今日のポイントをお願いします。海とか神戸とか全く無視して、俺なんかやたら黒っぽい格好でブーストが入ってるしね。あ、意味先取り。いやいや、先取りも何もないですけど、いや、もうちょっとなんかリゾート感覚あふれるファッションで来たらよかったな。いやいや、ちょっと今更ながらすいません。まあ、このストーンズってやつ俺デザインしたんですけどね。あ、そうなんですか、はい、一応正式で、正式に出てるもんなんですけど、はい、それがポイントチェックです。はい、です、ね、よろしくお願いします。はい、はい、では今日のパーティーの意気込みをお願いします。こんなねシチュエーションがいいパーティーの場合、はいはい、DJ とか音楽は負けるんですよ、はいはいはい、ともすれば海とかプールとか、はい、ご飯とか可愛い女の子たち負けるんですよ。だからとりあえず負けないように頑張ろうと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは最後に今後の活動の予定をお願いします。はい、まあ、いろいろリミックスやったり、あとファンタジープラスチックマシーンでニューアルバムを今レコーディングしてまして、またそれがリリースあったりとか、パーティーはいろいろやってます。だもんで、またホームページかなんかチェックしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ファンタスティックプラスチックマシーンの楽しい田中さんでした。ありがとうございました。